ー宮原青柳のビジネスダンク。かつてこのチームで2度制している世界最強タッグ決定リーグ戦、昨年は野村拓也とのコンビで優勝、自身4連覇がかかる。これを成し遂げれば三沢と並ぶ、さらには津山とも優勝を果たしている。よって優勝すれば5回目の優勝、これは小橋と並ぶ。福岡出身、三冠といえば宮原。その三冠の挑戦が決まった12月の31日大晦日、この前に大きな仕事が待っています。中島和彦との対戦は最終戦です。ここ後楽園、さあこの最強タッグで栄冠を手中に収め、さらには大晦日に向かいたいところ、この宮原健人レントコールが起こっている。戦いの聖地、プロレスの殿堂、後楽園ホール。ここで止まってしまいました。再びテーマソングが鳴り響いています。アボトラ250号の宮原